イギリスのスカンコーチ図で使用される B10M ボルボ B10M はボルボが製造販売する排気量10リットル級のディーゼルエンジンを搭載するバス向け車種である2代目 B10 シリーズのうちセンターアンダーフロアエンジン方式を採用したグループの故障である製造販売期間は1978年から2001年まで ボルボビー58シャーシの後継として開発された。エンジンは歴代で4種類が採用された。いずれも水平直列6気筒、排気量 9600cc のターボ付きディーゼルエンジンである。製造は主にスウェーデンで行われたが、英国、ブラジル、中華人民共和国、アメリカ合衆国でも生産されていた。後継シャーシは、 排気量12リットルのエンジンを搭載した、ボルボ B12M。日本国内においては、アステローペ、連接バス、ハトバス、パノラマビューは止まるくんに用いられている。前期ボルボ、富士重工 B10M 化学万博スーパーシャトルバス1985年に、茨城県つくば市で開かれた、 国際科学技術博覧会会場へのアクセス用、筑波科学万博スーパーシャトルバスとして登場した。シャーシのみの状態で輸入し、ボディは富士重工が担当した。日本初の本格的な連接バスでありながら100台もの数が導入された。後部左側に博覧会のシンボルキャラクター、コスモセーマルが描かれていた。シャーシの形式は KB10M 型で、 エンジンは、排気量9.6リットルの水平型直列6、気筒ターボ付きエンジン THD100EE 型を、動力車に、冷房用サブエンジンは、日産ディーゼル製、SD22 型を付随車にそれぞれ搭載した。旋回時に、わずかな角度ではあるが、連接部のターンテーブルに設置された、ステアリングロッドが、第3軸とリンクしていて、第1軸が、 直進方向の状態でも、車体の屈折角度に合わせて、第三軸が自動的に操舵するようにできており、最後部の第三軸がハンドルを回した方向と逆方向に操舵し、内差を小さく抑える、画期的な技術を採用している。これにより普通の大型バスと同じ感覚で運転でき、交代時も全身自動用第三軸が操舵するため、 若干運転のしやすさが向上しており、車体の角度を維持したままバックすることもできる。ボディは、富士重工製の5バイトを仮装しているが、顔周りと後部が専用デザインになっている。エンブレムこそ装着されなかったが、ボルボ特有の車線の入るフロントグリルが特徴である。国産のシャーシに、同じボディを仮装した場合、ヘッドライトは丸めあるいは角目4頭になるが、 ボルボの場合は長方形のライトが2つだけのデザインになる。運行区間は車両の全長が道路交通法の上限である12メートルを超える18メートルであることから運行区間に制限があり万博会場と常磐線上の臨時駅である万博中央駅との間のみに限られている。 万博終了後80台はオーストラリアに輸出され、日本に残った20台のうち19台は東京空港交通に移籍した。その中でほとんどが、付随車の改造を受け、付随車の左側の乗降扉を撤去した上で埋めた他、他左右の窓配置を改造し、車内の扉が存在していた箇所に座席を設置、代わりに最後部を荷物置き場に改造したが、 ごくわずかに付随者を改造しないで、カラーだけ塗り替えて移籍した個体も存在した。また移籍前までは、フロントグリル左上部と動力車と付随者のボディ横に、不費、富士重工のロゴが存在したが、これも東京空港交通への移籍時に消去された。残りの1台は、富士重工が保存する予定で引き取ったが、 当時の減損者の補修部品の関係で部品取り車になってしまい、2000年頃に解体され減損しない。後に東京空港交通で成田空港ランプバスとして使用された車両は、そのうち3台は1999年に旭川電気軌道に移籍したが、2004年に廃車となり、同じく1999年に1台がニュージーランドへ輸出され、 2004年にも1台輸出された。2019年8月現在、ニュージーランドへ輸出された2台は、現地貸し切りバス会社にて運用中だが、1999年に輸出された車両は、フロント上部にマーカーランプが設置され、フロントとサイドの方向膜と、右後部の非常口の撤去、新規に全座席交換された以外ほぼ原型を止めている。 しかし2004年に輸出された車両は、内外装ともに大規模な車両を更新工事を受け、当時の面影はほとんどない。その他の車両も1993年頃までに廃車となっている。埼玉県の中古車販売店に長らく流置されていた旧東京空港交通750号車は、2008年に栃木県のバスワイ効果団体、 秋葉エクスプレスが購入し、レストアが行われ胴体保存されている。また、群馬県で倉庫代用となっていた旧東京空港交通751号車も2011年に部品取り車として購入している。しかしその後、団体の代表者が逮捕され車両は放置状態となっていたが、2015年頃に別の人物に所有者が変わった模様。 高機械 CB10MC 京成バス1998年に京成電鉄船橋営業所赤根浜車庫が混雑の一い幕張本郷駅海浜幕張駅幕張メッセ千葉マリンスタジアム間の路線に連接バスを10台導入した登場時より一般路線に投入された連接バスとしては日本初であるシャーシの形式は 筑波白車トルバスの KB10M 型を改良した KCB10M 型でエンジンは 275PS を発揮した THD100E 型より 69PS パワーアップした直列6気筒ターボ付きエンジン DH10 型を搭載どちらのエンジンも排気量は9.6リットルボディは富士重工製の 7E を仮装したこちらの外見は同型ボディを 国産のシャーシに仮装した場合と同じデザインである。付随車右側のみにしか非常口が装備されなかった KB10M 型に対し、こちらは動力車の右側にも非常口が設置された KCB10MCKCB10MCJR バス関東一隻後の画像2010年より排出ガス規制の関係でメルセデスベンツしたアロに代替されることになり、 ボルボ製の連接バスは売却についての案内が公式サイトにて掲載された。2011年3月、鹿児島県の岩崎バスネットワークが、鹿児島市内での運行に導入することを目的に、このうちの4台を購入。同じく2011年に JR バス関東は4台を購入、白川支店に配置して、JR 東日本総合研修センターへの 社員送迎バスとして運行される。パノラマビューはと、マル君 KCB10M 会派とバス2001年には、と、バス創立50周年を記念して、パノラマビューはとマル君が製造され、都内定期観光用の特別車両として2台が導入された。形式は、KCB10M 改めで、東京特殊車体制のシアターフロアボディを仮装している。 2013年を最後に引退し、福島県内に本拠地を置く浜通り交通に譲渡された。なお、ハトバスではアステローペも導入していた。ありがとうございます。